はい、じゃあ今度はですね、普通の横のリズム取り、まあアップダウンと同じで、まあベーシックなリズム取り方ですね。で、基本はですね、軸がここで踊るんじゃなくて、しっかり体重を右左に乗せます。1、2、1、2、3、4ですね。1、体重をしっかり乗っけながら、エンドカウントでリズムをこのまま外を一歩外を出すことによって強調できるんで、エンドカウントで外側に一回出してあげます。ワン、エン、エン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セイ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セイ、これがベースですね。それを今やそのままやってもかっこよくないんで、それをうまくかかとで今度は体重移動していきます。かかとを使ってまあ、休めですね。右、左、右、休めをしながらしっかり体重の軸を右側に乗せます。今度左側に乗せます。右、左、しっかり体重移動を腰入れて、体も上半身もよくあるのが腰だけになっている人ですね。腰しか、下半身しか移動しない人がいるんで、しっかり全部上半身も右、左乗せます。音に合わせて1、2、1、2。でさっきと同じようにエンドカウントでこのまま外側に飛んで体重移動です。飛んで体重移動です。1、2、5。で最初はこっちだけやります。体重エンドカウントでしっかりこっち側に乗せてから、ワン、エン、ツー、エン、ワン、ツー、エンドカウントしっかり乗っけていくのがポイントですね。まあ、よくあるのが真ん中にしか行ってない人がいます。じゃなくて乗っけて、エンが大事ですね。だからエンドカウントでしっかり乗っけて、ドゥン、ワン、ツー、スリーで、ずっとリズムをこっちキープします。こっちの壁に当ててボールがこう回ってる感じですね。ボールが当たって円を描いてる感じですね。ドンドン、体の中心がしっかり回るように、ワン、ツー、スリー。で、手ですね。このリズムをキープしながらベーシックな動きが3、まずこうやって取っていきます。ブン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 、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン。こっちで取ってるんでリズムはずっと左側になりますね。ずっと左足でリズム取りながら、手は別のリズムです。ドゥンドゥン、でかかとを使ってワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セイ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セイ、エイ。この辺をもうちょっとね、柔らかくする。硬いとこう見えちゃいますね。止めちゃうと。止めるんじゃなくて、柔らかく、ナチュラルに。ブン。これ横のリズムの基本です。